大村小町は、日本のお笑い芸人、女性のピン芸人、秋田県の白市出身。株式会社ミューズ所属。1978年、秋田県の白市府町に生まれる。秋田県立の白高等学校卒業、福島大学進学。最初は教員を目指していた。しかし教員としての自分の姿をイメージできなくなり、 大学は2年の秋で中退、友人を頼って上京。神奈川県内のホテルに就職して、配膳の仕事に就いていた。テレビでたまたま見た、鉄腕と共に感動して尊敬し、一目会いたいとの思いで、芸人養成所に入り、芸能活動をスタート。かつては、日円プロダクションに所属。この当時は、本名で活動していた。その後芸名を、小町として、 フリーでの活動を経て、2008年5月より、アミーパークに所属。2008年12月、小賀市観光協会認定の、生ハゲ伝導誌認定試験に合格。他、空手2段の資格を持っている。顔が、片切り入り二であることを自称している。R-1 グランプリでは2009年に2回戦、進出。2011年に3回戦進出。 2010年4月、自身のブログ等で、大村小町に改名すると発表。所属事務所、アミー・パークの社長からは、名の通り大きくなってください。頑張ってねと言われたとの記載がある。先輩芸人の直おが名付け親。2010年11月14日に受験した、秋田ふるさと検定で3級に合格。2012年11月11日の受験で、 同検定の2級に合格。アミーパークライブに出演できない時には、主にライブのがなりを担当していた。後輩が多く所属するようになってからは行っていない。アミーパークライブ F には、事務所所属直後から、前時を呼びがなりとして参加、元サジタリの塚田前の脱退を受け、2012年2月15日の公演からレギュラーとなる。2020年2月で、アミーパークを退所。 2020年4月1日より、出身地の野代市より、野代ふるさと PR 大使に移植される。2021年2月より、株式会社ミューズ所属。好きな食べ物はキュウリ、卵焼き、回転寿司。セインとイヤが好き。秋田弁を使い、地元、秋田県にまつわる、様々な話題を拾って、ネタにして、主にめくり、芸で漫談を演じている。 主なネタに、秋田弁講座、秋田の恥ずかしい話、秋田新名所案内など、秋田のヒーローの長身ネーガーをネタにしたこともあった。なお、この時に、めくりで使っている台は、落語の寄せで使われているめくり台ようなものであり、紙は半紙。文字は、筆で書かれていた。最初の挨拶に、秋田県から、新幹線小町さ乗ってやってきた、小町です。 ガあリ、終わりは、ヘバマンツで締めている。衣装は主には服である。秋田弁で手本にしているのは、自分のそそぼと秋田で活動する、舞台女優の今立よし子だという。以前は、めくり芸ではなく、宇宙戦艦ヤマトの替え歌、観客から好きな食べ物を聞いてその食べ物を、弁当として登場させるコント、生ハゲに噴した一人、コント、料亭。 半夜亭の神に噴した、コント、バットを振りながら、ギャグを連発する芸などを演じていたこともあった。手遊び歌、糸巻の歌を元にした一発ギャグを持っている。キャッチフレーズは、叫べ、着物娘。挨拶は、蒸気の外に、アミーパークのシンデレラ、小町です。いや、アミーパークの末っ子、小町です。田んぼで育ったシンデレラ。 33歳みんなの妹、大村小町です。田んぼで育ったシンデレラ。33歳食べ盛り、大村小町です。などがある。現在は、めくりの髪を画用紙に変えた、いわゆるフリップ芸で、秋田漫談を行っている。フリップネタには、英語の授業、県民性、地味な秋田県、データで見る、秋田県などがある。歌ネタには、 ジッタリンジーのプレゼントの歌詞を、客さんからもらって困ったものに変えて、歌うものがある。また、つかみネタとして、秋田モノマネや、秋田じゃないモノマネなどを行うことがある。小町の由来としては、秋田県出身であるため、秋田小町から自分で勝手につけたと語っている。通常、事務所のネタ店に通い、その芸を認められて、所属となるが、彼女は、 事務所の若手芸人が行う自主ライブ、アミーパークライブ F の第一回を勉強のために見学に行った際、たまたま隣に座った、アミーパークのアミー社長に、ライブ終了後に芸人であることを見抜かれ、スカウトされそのまま社長の推薦で所属することになった。アミーパーク所属後、事務所主催のライブである、アミーパークライブにはなかなか出演することができず、所属六ヶ月経って、 初めて出演した、宇田川ロケットではエンディングで感極まって、涙を流した。元サジタリの舞ちゃんが、アミリーパークに所属していた当時は舞、岩田里氏と,と3名で、塚田会を結成し、事務所ライブ後は、塚田会で打ち上げを行っていた。オンバトが、初の地上波テレビ出演と言われているが、実は2007年に日本テレビ系列の24時間テレビリポートに、 出演している。この時は、名美カルーア・ケイコが主催する、NPO 法人、笑顔工場が行う慰問ライブの出演者として、ネタ中の様子が映し出された。出演時間は、計5秒。ありがとうございます。